フィファクラブ世界選手権2000は2000年1月5日から1月14日にかけてブラジルで開催された第一回目のフィファクラブ世界選手権であるサンパウロとリオデジャネイロを開催地都市8クラブが出場した国際サッカー連盟はこの大会をトヨタヨーロッパサウスアメリカカップに変えて行うことを意図していたがスポンサーとの交渉が持たれなかったためトヨタカップは 通常通り行われた。サッカーのクラブチーム世界一を決める大会として、スタートしたものの、大成功には至らず、その他の諸事情もあって、翌年の大会は中止されてしまった。なお、その後、トヨタカップを統合して2005年から、クラブ世界選手権に一本化されたが、FIFA は2007年12月15日に開催した、理事会で、この大会で優勝した、コリンチャンスを、 FIFA クラブワールドカップの初代優勝チームと認定した。4チームずつ2組に分けて、グループリーグを行い、各組の1位同士が決勝戦を、2位同士が3位、決定戦を行った。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2、 チーム1 v チームに、チーム1 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 v チームに、ありがとうございます。